あ、一瞬、ブラボー。ドラゴンスピリットやってみようかな。やったことないのよね、ドラゴンスピリット。やってみましょう。さあ、おはようございます、こんにちは、こんばんは、おやすみなさい。ということで、今日はドラゴンスピリッツ PC エンジンミニでやりたいと思います。ちょっとじゃあ PC エンジンミニのうまいこと使えますか。まあ大体分かったんで、こっからっすね。大体操作は分かった。こうね、これは炎吐きながら地面を攻撃したいもんね、一緒に。よーし、来た。うん、このモモンガみたいなやつ、なんなんだ。よし、よーし、取れたけど、よっしゃー、3連もあるのか。おい、最悪。お、炎、よし、けこれは強いぜ。ずっといけんのかな。このモモンガちゃんが、どんどんパワーアップさせていこう。うわー、最悪。おお、いいね、すごいパワーアップしていくよ。きたー、こいつら危な、今危なかったな。よし、あ、一瞬だったな。すごっ。ちょっとやっぱ、一気にやられたな。意外とね、このね、時期がね、ちょっとね、当たり判定でかいんですよ。はい、よし。うん、やべ。この炎の塊はどっから来てんの。やべ、あぶね。よし、抜けた。
よし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 、オッケー、抜けたぞ。はやっ、はやっ、ドラゴン。危ねっ、いいよ。当たりハンデでかいのよね。当たり判定でけえわ。あわな。あぶねえ。もうダメだよ。そんな来ちゃったら。すごい伸びてくる。もうめっちゃくるめっちゃくるめっちゃくる。ある一定保っちゃうとこのファイヤーなくなっちゃうんだな。こいつら。あった。なんかいっぱいある。あ、無敵だ。ほい。そうか、下を破壊しないとダメなのか、まず。なるほど、ただのシューティングではないね。うわー最悪。よーし、よし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 、ちょっと勘弁してくれ。
よし戻った。確かにこっちの方がいいかもな。あー最後舞台が。よしよしよし。終わった。モモンガ舞台。よし。いいよ。おお。なんだこの魂みたいなの。グラフィックでもちゃんとしてるよねこれね。このままスペシャルでいこう。あボス、まだボスか、ボスじゃないか。めちゃくちゃある。これよし来た。ほんで、あー早い早い。やっぱこのスペシャル強いわ。分かんなかった。あきついなこれ。いや地形無視してくんのかい。しかも相手はきつっ。まあ後半になったらこういうステージになるわな。よいしょ。これはやばいて。
危ない。まずい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 。よし、相変わらず BGM いいね。危ねえこいつ。危ねえ。危な。よし、抜けたっぽい。これあれか、地上に当たらなきゃいけないのか。俺の場合もパープしてた方が良かったな。巨大な、おっしゃー、オッケーオッケー。このブテラマジ邪魔。来い来い。よし、焼き尽くせ。よし、燃え尽くせ。いいよ。崩壊か。あれ当たんのかな、もしかして。おお、ダウンするやつ。おお、顔出てきた。ウミウシみたいなやだな。あお、あお。よし。うわー、顔出てきた。ほい、よし。うわー。さすがにこれ当たり判定はないか。あーおーし、危ねえ。このちっちゃいじゃなかったら無理だったな。今抜けなかったら やっぱこの S 最高。あと炎のね連射が効くから、これ下手したらこっちの方が強いかもしれない。もうこれボス来るね。来たか、まだか。
タプテラ。やべ。ああ最後、もう当たってもよかったんだ。え、取ってもいいの？あ、来そう。うわっ、危な、危ねえ。よっしゃ、やっぱ強いわ。うん、ボスっぽいよな。ラスボスっぽい。どっちだ、こっちか。正解か、左行ったけど。危な。真ん中行くぞ。よし、危な。いいね、この迷路みたいになってんのいいね。なでも破壊しないとめっちゃ来るしな。抜けれる、よし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 。抜けちゃって抜けちゃって、こんなの。よし来い。おっしゃー、はいや、うらうらうら、うわー、ラスボスじゃなかったさっきの。危なかった。よっしゃ。なんなこいつら。よし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 、いい感じ。これ倒さないと復活すんのか。よし、あるとしてんの。よし、
します。よーしよしよし、ああ真ん中全然大丈夫じゃん。想像したボスとちゃうと。こいつラスボスっぽいけどな。ナイス、あっ近い、よし、あスピード上げてきた、スピード上げてきたな。スピード上げてきたぞこいつ。あくそ、ミスった。すげえミスったぞ今。ああやった。ああラスボスだったやっぱ。この先になるのは？あ、お姫様か。あ、主人公が変わってたのか。オーピシーになるではの。さあ、ということで、ドラゴンスピリッツ、無事クリアとなりました。さあ、いや S でクイックセーブがなかったらクリアできなかったですね。でもすごく面白かったですね。やりやすかったし、普通のシューティングとはまた別のライフ制なんでね、一応。うん、何回かクイックセーブしちゃいましたけども、作品としてはいい作品だとは思います。エンジンっていうのはいいゲームをお届けしてますね。おまけ1980年、ギャラクシアン、パックマン、デビウス、マッピー、ギャラガ、ディグダー、ザ・タワー・オブ・ドルアガ、ドルアガか、ワープマン、バトルシティ、パックランド、ブギータイム、スター・ラスター。ああこれゲームを紹介してんだね、ナムコの。
ね、素晴らしいですね。1988年、ドラゴンスピリット竜の心ってことか。ナムコはちゃんとエンディング作ってるのいいよね。プレゼントバイナムコのところは ナムコットの時だね。ということでドラゴンスピリットでございましたけども、シューティングとしてはね、あの救済処置というかヒットポイント制なのでやりやすいと思います。ぜひともやってみてください。結構安めに購入できると思います。